はい、皆さんこんこにちはルートチャンネルです、えー、今日からはしばらくはですね、えー、素粒子物理学の解説動画を上げたいと思います。えー、ルートの方なんですけども、まあ、よく使う機能はですね、前回までの内容でほとんど説明できたと思います。前回までの内容をマスターすれば、えー、学部生レベルの卒業論文なんかはもう余裕でクリアできると思います。 でそして、ルートは本当にたくさん機能があって、他にも、ね、便利な機能たくさんあるんですけども、まあ、これまでの、ね、内容と比べると、まあ、少しレベルが高いなと思うところがあ,ありますので、まあ、基礎を、ね、少し超えるかなと思うので、一旦ここで終わろうかなと思います。でその、まあ、ちょっとレベルが高いかなと思うその他の機能に関しては、まあ、お泳い,い動画を上げようと思います。まあ、そして 前回の動画で素粒子の教科書を紹介したと思うんですけどもやはり実験屋の人でもですねやっぱ最低限の物理の知識は必要ですですのでここからは少し大学生はもちろんね研究を始めたばかりの大学生はもちろん中高生にも、ね、理解してもらえるような素粒子の解説動画を上げようかなと思います難しい意識はね 難しい数式は極力使わずに説明していきたいと思います。それではね、迷いけが長くなったんですけれども、早速動画に行きたいと思います。今日はね、本当にイントロ的な内容で、素粒子とはという内容をね、話していきたいと思います。はい。まずね、えー、我々の身の回りにはたくさんの分子がありますよね。例えばね、えー、水分子なんですけども、 これを細かく見ると、水素原子と酸素原子に分かれているわけですね。これでできているわけですね。そして、まあ、原子はそれ以上分けられないと聞いたことがあるかもしれないんですけども、まあ、実は細かく、さらに細かく見ていくと、原子核とこの電子っていうのに、もので できているんですねでこの電子っていうのは、まあ、マイナスの電荷を持った粒子です。で今は中学生でも電子をねうん習うんですかね。えー、そして、まあ、この原子核っていうのはさらに、えー、細かく見ていくと、まあ、実はこのプラスの電荷を,を持った陽子と、えー、中性の、ね、電荷を持たない中性子でできています。 そして、まあ、これをさらに、えー、細かく見ていったのが、はい、このクォークです。陽、は、子、い、はですね、はいえーまあ、アップクォークが、えー、2個と、えー、ダウンクォークっていうのが1個でできていまして、で中性子は、えー、このアップクォークがあー1個と、ダウンクォークが、うん、2個、うん。 で,できていますこの素粒子というのは物質を細かく細かく見ていた時にこれ以上分けられない最小単位の粒子のことを言います現在はこのクォークと電子はこれ以上分けられない粒子素粒子だと考えられていますそして現在の素粒子の標準模型をまとめるとこんな感じです まず、陽子や、えー、中性子を作るね、えー、クォーク。これが実は6種類あります。はい。次に、まあ、電子の仲間。これをね、はい、レプトンというのですが、これも6種類あります。次に、えー、力を媒介するゲージ粒子と、えー、最後にまあヒックスと。 ね、それぞれの、ねえー、性質は、ね、今後の動画で解説、えー、することにしましてですね、まあ、以上が、ねえー、現在の素粒子標準理論でまあ考えられている、えー、素粒子になります。はい、それではです、ねまあ、今日は、ねまあ、本当にまず素粒子とはという、ね、タイトルで本当に、ね、基礎的なところを,を、えー、紹介しました。まあ、次回からはね えっとまあ、もう少し書、ね、く、ねまあ、クオークとか、ね、レプトンとか、えー、もう少し、ね、この辺りを、ね、あの細かく解説していきたいと思います。でまあ、今日は、ねえー、本当にイントロ的な内容で終わりにしたいと思います。はい、それでは今日はこの辺りで。では